金前の葬式で揉めるっていう。これ知ってる？まあ金前さ、まあ、ずっと体悪いじゃない、腹水ね、肝臓悪かったりとかしてずっと入院してるんだけど、まあ生前葬じゃないけど、まあ自分のね身辺整理じゃないけどね、まあそれ見ててさ心痛い人もいるかと思いますけど、まあやっぱりある程度覚悟が必要じゃないですか。そうなんで自分がその死んだ後どうしていくっていうところで、そのまあ親御さんに連絡したりとか、周りの配信者に連絡したりとか、まあまあ人が亡くなったらまあ葬式あるでしょ、基本的には葬式あると思うんだけど、まあその葬式もどうしていくんだっていうところでその話してるんだけど、まあその葬式を取り行ったりとか、まあ亡くなった後のその情報の拡散とかをこう務める人がですよ、まあこの人で大丈夫なんかっていうことで揉めてるというね。で誰が関わってるかというと便所太郎で、で便所太郎っていうと、まあ、まあ好きな人は好きだけど苦手な人もいるじゃない、まあ配信者みんなそうなんだけど、そうだから不安視してる人がいて、いや便所太郎なんかが取り仕切ったらその金前の美味しいところ持ってっちゃうんじゃないかとか、またなんかそういうのもお金に換えるんじゃないかとか、ネタにするだけだろうみたいな感じでその嫌がる人もいるわけですよ。ほんで、まあ、X 上で揉めてたというね。でなんか便所太郎がなんかその便所太郎と金梅の共通のリスナーでなんかその葬儀屋さんがいるのかな、でなんかその人がその金梅の葬式をやりたいって言ってるんだけどどう思うみたいなとか、で便所太郎なんかに任せて大丈夫なんかっていう声もあるから、なんか他の配信者でマサヤンっていう配信者の人がいるから、そのマサヤンにもお願いした方がいいんじゃないのとか、そうしとけばいいでしょうとか、そうっていうので、なんかその金梅の周りで、まあ、ちょっと揉めてるみたいなねいうとこですけどね。まあでもまだ金馬生きてるからね、その生きてる時になんかそういう死後のことで揉めてほしくはないですけどね。だから今日金馬つぶやいてたよ自分で、うん、葬式も簿記が出すんだからとかって、全部簿記がやるんだからみたいな、だいたいこんな風にしてこうしてああしてとか言って本人つぶやいてましたけどね、簿記がやるんだよとか言って、配信者に来てもらうんだとか言って、なんかドライアイスでイリュージョンとかやるらしい、ご遺体の周りになんかドライアイスをこう入れてなんかブワーってこう煙出るじゃない、なんかそのドライアイスでイリュージョンするんだとか、来るのは配信者だとか言って、そうネタにしてもらうとかね、なんかねいろいろなんか言ってましたからね、ド派手だなっていう。まあ行かれる人はね精一杯見送ったらってとこですけど、まあ、俺まだでも金馬行けると思うけどね。うん、なんかツイッター見たりしてるけど、少し前なんか腹水抜く時とかもう本当に死神みたいな顔してたけど、なんか最近なんかちょっと顔色いい気がするんで、なんかまだいけるんじゃないかな。うん、しぶといと思うけどね、復活してほしいねっていう。復活は無理じゃない、ああなったら、もうああなったらもう多分大クワガタより先に死ぬからね。うん、もう多分大クワガタの方が長生きするもん、ああなったら。もうあそこまで行くと多分クワガタの方が長生きするから、そうそう、なんでまあどうなるかなってところですけどね。まあ俺も人のことは言えないんだけど、まあせめてもその金梅によくしてもらった人とか、まあ金梅を師として見てる人とかはね、その金梅がね気持ちよくね残りの人生生きられるようにねフォローしてあげてほしいなと思いますけどね。うん、まあ、ちなみに俺はたまに彼から DM 来るけど一回も返してないけどね。ねえ、であいつ俺に送ってくるとき病院退院したんだけど金くれみたいなのしか送ってこないからね、お前生きとるんだからてめえで稼げよっつって、そうねえ昔から頑張っとるんだから。いやなんかそうなのよ、これで俺がお前金前大丈夫かなんて言ったらいよいよな感じしない、ここまで来たら。いや見てはいるの、見てはいるんだけど ここまでも絡んでないわけじゃん、返してもないわけだから、なんかそこでなんかちょっと返してさ、タイミングがそれと被ったら嫌やん、なんかだからもうちょっと端から見てるって感じなんだけど、うん、まあ、いつも通りにしてますね、もう俺は。でもチェックはしてる、うん、っていうかまあ流れてくるしね。なんか中国とか外国のニュースにも取り上げられたんだって、なんかいろいろね。はい、なんで金梅と親しくしてる人は揉めないように、金前がね、気持ちよく行けるようにね、そのサポートしてあげてほしいなと思いますけどね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。